すいません、遅く一本遅刻してしまいました。もうすごい顔してますね。はい、では早速始めたいと思います。もう本当にいつも睡眠時間をなんか取っているようで大変申し訳ないので、ハローハロー、ああゆうこせん38番さん、なんかお話ししたような気が、あ、天波さん、あ、どうも、はじめましての方もいると思いますけれども、ハローハロー。はい、こんな風に出てきます。こんな風に出てきますよ。もうすっかりですね、実を言うとお風呂も、あ、かよさん、はいは、ごめんなさい、最近ずっと見に行けてないです。本当に見に行きたいっていつも思いながら見に行けてなくてすいません。ハロー。はい、お風呂も出てですね。すっかり風呂上がりにもう一回なんとこのシミ隠しにお化粧をして出てる、あ、ありがとうございます。もう待ってました、皆さんこそありがとうございます。もうですね、本当にマザーグースの歌も私のお久しぶりです、ハローハロー、かわいいね。なんか本当双子のねお母さんって大変なんだと思うんですけど、本当に周りの人は多分すごいかわいい、羨ましいって思ってると思います。はい、今日もですね、皆さんと一緒にこのマザーグースを一応ですね紹介させていただこうと思います。もう本当に上手な方いっぱいいらっしゃると思うので、私の手本には全然ならないんですけど、あ、こんな風に地道にやってる人もいるんだ、私もやってみようかなっていう風に思っていただけたら嬉しいなと思うので、そうですね、もうちょっとだけお付き合いいただけたらと思います。はい、じゃあちょっとマザーグースに変えます。あー、ことままさん、ご無沙汰しております。今度ね会えるといいなと思いますけど、森クロパークですね、皆さん7月なので、もし来られる方ね、ぜひいらしてください。今日はですね、ページ58 The Man in the Moon というね、はい、こんばんは。はい、この歌もうですね、あら、ハッピーさん最後の方は聞いてなかったんですかって感じなんですけど、本当そうです。この1枚の CD をいつもですね、最初からだいたいこうなんて言うんですかね、プログラムとかしてやるマメなタイプじゃなかったので、聞いてるじゃない、そうすると何かかんかやってて、まあ途中で大体終わるんですよね。で、あ、途中で終わったから、じゃあ今度は真ん中あたりからとか言って、結局最後の方あんまり聞いていなかったことが判明してまして、The Man in the Moon、 これはですね、あんまり私も練習してないんですけど、こんな歌でしたね。この歌ですね。The man in the moon, look out of the moon, look out of the moon and say, this time they're now I'm getting them, all children are in there。 もうこれ2回目もあるんですけど、こういう歌をやっぱり聞くと、あ、英語はよく前に出る音と後ろに引っ込む音があるっていうのを昔多分アルクの何かの英語の教材でなんか見たような気がするんですね。こんななんか丸い音がなんか印が書いてあって、引っ込んでる音には小さな丸が打ってあったようなテキストを多分イングリッシュヒアリングマラソンとかっていうのでなんか昔ちょっとだけやったことがあるんですけど、こんな感じで The Man in the Moon、 この小さな女の子がですね、非常に強弱をつけて朗読してくれるのが私がこの本の好きなところなんですよね。 The Man in the Moon、 こんな感じですね。 Look out of the moon, look out of the moon and said, this time they're now I'm getting upOh, children are in bed。 こんな感じだと思います。もう一回、二回目のこの歌を。そうですね。本当にですね、こちらに集ってくださる方、とってもありがたいので、あ、この人と話してみたいわとかですね、ありましたら、私のやってることは全然気にしなくていいので、何々さんこんにちは、お話ししたいですとかですね、ちょっと交流してくださいね。本当にそういう意味でもこの場所をですね、ぜひなんていうんですかね、活用していただけたらいいなって思っているので、あ、この人私いつもインスタ見てて憧れてるわっていうアカウントのなんか写真とか出てきます。
きましたら、ぜひですね、アクセスしてみてください。はい。次ですね、ディロディロダンプリン。これはですね、今実は教室の子どもたちに課題曲として出しているんですけど、なぜかというと、このディロディロダンプリンのディっていう音ですね。この音ですね、フォニックスやってる方多いと思うんですけど、ド、ディー said ドゥ、ドゥなんですけど、このドゥっていう口の、なんていうんですか、動きを、一度もやったことがない子がドゥっていう音を出そうとすると意外と難しかったりするんですけど、このディロっていう風に言ってみると自然と口がこのドゥっていう音を出すんですよね。で、私気づいた方多いと思うんですけど、このディロディロっていうのすごく多いんですよ、マザーグース。他の歌でも気づいた方いたら、あ、私気づいてましたってコメントください。他にもですね、ディロディロダンプリン以外にもありますよ。このディディコリ、これもそうですけど、ディっていう音多いですよね。ディってこのディって意外と多くて、ディロディロ以外にね、あ、これもそう、これもそうです。この猫ちゃんのもディロディディロディジャンティーですね。やっぱりディディロディロ言ってませんで、私が娘が幼い頃にこのディロっていう歌が意外と好きだったのが不思議でした。で、ちっちゃい子ってこのディロディディロディとか、この今日やっているディロディロジャンプリンとかってあんまり大変じゃないので、うん、そうなんですよ、へえ、そうでしょ、そうなんですね。だからあまり深いこと私は研究者でも何でもないのでわからないんですけど、このディロディロジャンプリン、My son John went to bed with his stockings on. One shoe off and one shoe on. Diddle diddle dumpling, my son John. これはもう本当にこのディロディロっていう歌の練習だけみたいになっちゃうんですけど、こんな歌ですね。いきます。これですね。Diddle diddle dumpling, my son John went to bed with his stockings on. One shoe.これですね。あ、やっぱりさ、ありがとうございますね。このアスカさんっていう方がおっしゃってる、はい、この歌ですね。はい、あ、そうな、ありがとうございます、ね、こうやってシェアしていただけると、これ見た方がえ、そうなんだと思って、とりあえずお子さんにこのディドディロの歌をですね、ちょっとわざとというか、この歌にしてみようと思ってやってみると、意外とですね、まだありますよ、ディドリディドリ。このね、21ページちょっと見てみますね。21ページも多分そんな、もうこれボロボロなんですみませんね。21ページ、これもそうですね。あ、これもです。ディビティディビティディビティダウ、これもそうです。 Give me a pancake and then I go ディビティディビティディビティディダーね、ディダー、このディっていう音ですね。結構ネイティブの子供たち遊ぶんだなっていうふうに私すごく思いましたね。ディコリディコリディアっていうのもありますしね。なので、なんかこう、日本人だから後から英語を勉強したから余計思うのかもしれないんですけど、本当にその音遊びっていうのが、大人になってから勉強する音と、子供が耳から聞いてそれを真似したくなる音と違うのかなっていうふうに、あ、うちの子も今日歌っていましたか、葵さん。そうなんですね、ありがとうございます、ね、なのでぜひこの、ディビティディビティとか、こういうの今日やったね、これもそうですね、ドゥロドゥロドゥ、これも D でしたね、ごめんなさい、これはまた違いました。今日やったのがこの60、最後の方でしたね、これですね、すいません、ディロディロダンプリン、これですね、ディロディロダンプリン、ディロディロダンプリン、これをやるときにお口を多分横へ開くと思いますね、ディロディロダンプリン。よく教室の子どもたち、特に小学生にはもうここまでアドバイスしてるんですけど、英語は口を横に開くときに思いっきり横に開くっていうことが、私はとっても英語らしい発音になるなっていうふうに思います。日本人は、日本語は縦に開くので、縦に開くのは意外と真似しやすいっていうか、例えばよく言うのが dog、 この dog の og っていう音は意外と出しやすいんですけど、これを横に開いて例えば duck っていうときに、ちょっと控えめに duck って言ってしまうんですよね。ダック
まあこれ間違いではないですし多分通じると思うんですけど、もうちょっとあはいはい、あのもうちょっと口をですね、いいの口っていう感じで、あのここの口角の口の口角を横へ開いて、ちょっとこの私の顔をすみませんね、失礼してちょっとごめんなさいね、あこれあそうですね、こういう口ですよね、こういう口で、あさっき言ったドッグとこういう口になる口と極端に2つに分けるとなんですけど、こういう口になるあの音とあると思うんですね。で、あの単語になった時に例えば同じ D から始まってもドあミンミルさんありがとうございます、そう思いませんか、あのドッグはすごい言いやすいんですよ日本人でも、ダックっていう時にあの U の音がリラックスしてる音っていうのもあるんですけど、ダックダックよく子供に OK say ダックって言ってもダックなんかこう控えめに言ってしまう、でももっと本当はダックダークってこう横にちょっとだけ頑張っ、この間やったこれじゃないんですけど、ちょっと頑張ってみると横開きの音はすごくあの出やすくなるなっていうふうにあの思うので、そんな感じでマザーグースをですね、あの自分のこのですね、ちょっとここに私肉がついちゃったわなんていう人は特にですね、あのなんか痩せるらしいですよ、顔痩せに英語は顔痩せにいいらしいって、全然なんか顔痩せしてない私が言っても説得力はないんですけど、はい、で今日皆さんにね、あのマザーグースの、 あのこれの後にやるといいなっていう本をちょっと本屋さんで見つけたので、ぜひシェアしたいと思います。でですね、これはですね、これこの本です。この本知ってる方いますか、ちょっと全然見えないかな、ちょっとごめんなさいね、ここのね机があんまり距離を離すことができない、こんな感じ、You read to me, I read to you. Very short mother goose tales to read together っていうのなんです。お顔の体操ぜひぜひお顔の体操で、この本ともごめんなさいね、これねズームを変えることができないのでちょっとうまく映せないと思うんですけど、こんな風になってるんですね。でこのマザーグースをやられた方だと、このあのあこの歌知ってる、 Little Jack Horner ってありましたよね、あのパイをだったっけ、これはで、レロメスマフェット、これもね、レロメスマフェットさんってこんな顔って感じなんですけど、ちょっとジョークを交えた絵がここに書いてあるんですね。例えばこれなんか面白いんですよ、オールキングコールとでキャレンダーフェローが一緒になっちゃってるんです。だからこのオールキングコールはメリオソーってちょっと暗いけどっていう歌と、それからでキャレンダーフェローだけなんかありましたよね、 The Cat and the Fiddle ってどんな歌でしたっけ、ちょっと今思い出せないんですけど、この2つの歌を知ってる子供は多分これをこのお母さんと一緒に読むのが結構楽しいと思うんです。あ、大好きです。は、そうですか。I'm old King Cole, I'm a merry old soul って言って、この片方、これ一応二人で読むっていうスタイルにはなってるんですよね。なので、まずお母さんが例えば読んで、子供さんと今度半分っこして読むっていう楽しさが、うん、ある。面白い顔。そうなんですよ。すごい、すごいね。絵が面白いんですよ、これね。I'm Hey Diddle Diddle, the cat with a fiddle, a fiddling cat, that's very rare, I've never seen one anywhere. これね、全部ライムしてるの。すごいでしょ？ Call, soul, diddle, fiddle, rare, anywhere. ですね。Well, that because there's never been a cat who plays a violin. Not even one except for me. I was a kitten.Prodigy, sorry, my pronunciation was sometimes unsure. Well, we'll soon see if you're the best, for we shall put you to the test. ね、全部ライムしてますね。My fiddlers, three are here today, and they'll decide how well you play. 覚えてます？フィドラーが確か3人来るんですよね、この歌ね。そして I'll tune my fiddle up right now and after that I'll show you how. こんな感じです。Well, hurry up. No time to waste. ちょっとごめんなさい。見えない。I hope your tune is to my taste. こんな感じなんですね。うん。どうですか、ことママさん。この本ね、あの、マザーグースをやった後に見ると多分面白いんです。っていうのは、
このフィドルの猫さんとオールドキンコールが一緒のお話にこう出てきちゃうっていう面白さがあって、そんなにねたくさんボリュームがないんですけど、ピーターパイプパンキンヒーターっていうのもこんな感じで、多分これあのコトちゃんだったら全然読めちゃうと思います。 I'm Peter, I'm his wife. I've liked pumpkins all my life. Pumpkins cooked and pumpkins raw. They were all I ever saw. ごめんなさい、光りますね。 Pumpkins raw and pumpkins cooked. Pumpkins everywhere I looked. 全部ライムしてます。だからここがすごく私な night and day day ですね。Away. 多分ねほとんどライムしてるはずです。なのであのこの本、Amazon でも一応見ればあの売ってましたので、これは実は私はあの名古屋の駅 の, あの名古屋の人は知っている、栄にある本屋さんですよね、あのどこでしたっけ、ごめんなさい今名前が出てこないんですけど、洋書扱ってるところで、うん、あの扱ってたので、もしよかったらね、あのもううちの子読めるわっていうあの方いたら、ぜひあの、ね、試しにどうですかって感じなんですけど、そんなに多分高くなかったですよ。この値段なのでアマゾンで買っても多分そんなにしない。うん、マルゼン、ありがとうコトちゃんママ、マルゼンです。珍しくちょっとあの教室のためにいい本ないかなと思ってあの行ってきました。で、次ですね、セサミストリートなんですけど、今日皆さん何かシェアした、あ、そういえば前確か質問いただいてたのが何かあったんですけど、もし何かあったらぜひですね、あのこんなこと聞きたかったんですけどっていうのがあったら教えてください。確か、はごめんなさい、私本当に今日全然準備がしていなくて、確か王からだったかなと思うんですけど、違いましたっけ、王からで、一応セサミストリート、王が終わってましたっけ、あ誰か教えてくださるごめんなさい、じゃあ確かこの辺はもうやってないなっていうのがこの辺なんですけど、いいですかね、オーブン終わって P あたりからだったと思うんですけど、すみませんね、今日は本当に前 の, あの YouTube も準備、今日ですね、あの実はポッドキャストをあのまた、録音してまして、あの1年ポッドキャストあの経ちましたので、ちょっとごめんなさい、ちょっとこっち変えます、すいません、あのちょっとあのあれなんですけど、娘がですね1年間頑張ってきまして、あのイングリッシュアットホームイズファンというポッドキャストが1年を迎えまして、あの本当に皆さんのおかげでなんだかんだ言って1年続いてきたんですけど、あの今後はですね、あの娘がマイケル先生とお話をするっていう番組にあのなっていきますので、あのちょっとその前はですね、私のもう聞き苦しいあの一生懸命頑張ってるなっていう英語を話しているあの回もあるんですけど、今後はあのちょっと娘とマイケル先生の話になると思います。この間のアップしたのはあのウィンピーキッズをあの、ポッドキャストで英語であの全部話してあの紹介していましたね。それから、運動会のこととかあのそういうのもですね、で今回確か話していたのはあのどうやってそのボキャブラリーをあの増やしていったんだっていう話をしてました。でそこでちょっとすごく興味深いなと思ったことがあったのであのシェアしたいなと思ったんですけど、私自身もなぜあの娘があんなにあの英語の単語を増やして言ったのかがちょっとよく分かっていないところがあるんですね。で、あのただ、まあ、今もう5年生なのでいろいろ聞くといろいろ教えてくれる、自分で覚えてることは教えてくれるんですけど、あのうちの娘の場合はストーリー仕立てになっている方が覚えられるそうなんですね。覚えられるし楽しいっていうこと で, でそれを聞いて、あやっぱり子供は個性がそれぞれ違うなと思ったんです。っていうのはあの私の娘の友達なんかで図鑑が大好きな男の子とかやっぱりいて、で女の子にも図鑑が大好きっていう子いますよね、科学 の, あのものとかで、そういう、まあ、情報的なものっていうのをあの見て、そこから音、うん、そうなんです、そうなんですよ、あのポッドキャストでやってたので今度多分出ると思うんですけど、まあ、そちらは全部英語になるので、あの今ちょっと日本語で私があの思ったことというか娘から聞いたことを
を申し上げようかなと思ったんですけど、あのストーリー仕立てだと思わるそうです、うちの子は。なので例えばずっと前にポッドキャストでやって handful っていうので、 handful っていう意味を私はもちろん教えたこともなかったですし、でそれはあのウサギが出てくるチョコレート あのお話の中に出てきて、それで覚えてるって言って説明をしてくれたんですけど、あの辞書はですねはっきり言うと引いたことないんですよ。で私がですねサイクロペディア、エンサイクロペディアも、まあ、買ってありますし、それから多分ネイティブの子が使うこんななんか分厚いあの何ですかね、あの辞書多分あれどこから出てたかな、皆さんが多分見ればあーっていうような会社から出てるの辞書な、あ、うちわ図鑑ね、図鑑系の方がやっぱりいらっしゃいますよね。あ、ストーリーが、そうだから私思ったんです、これが絶対いいっていうのはやっぱりないんですよ。だからやっぱり私お母さんがすごい大事だなって、こういう仕事しててもあのこういうのもあります、そういうのもありますっていろんなアプローチをどうしてもしてしまって、多分教室来てくださってるお母さんはそうなんです、それなのに分かるんです。あのうちは本当に辞書を全く引いてないんですけど、そのお話の中から分かるっていう分かり方で、あの意味を推測して、そしてまた別のところで出てくるので、あ、やっぱりそうだっていう形であの覚えていったというか、意味をなんとなく推測していったそうなんですね。そうなので、あのいわゆるインサイクロペディア全然買っても読んでくれないですし、正直言うとあの宇宙の話とかそれから火山とかっていう科学の方で私はなんかそういう興味を持ってもらえたらいいなってちょっと思った時代があったので、私が一生懸命それを読んでたんですよ、ここで。でも全然読んでくれないの。だから親が興味を持ったら子供は興味を持ってくれますよって言っても、そのなんていうかやっぱ物によるんだなっていうふうに思うんですけど、うん、でもあのストーリー系の子はやっぱりストーリーなんだなと。だからストーリー系のその子供に一生懸命なんか図鑑的なアプローチをしても全然響かないんだなっていうのを私はすごい自分の娘を見て思っていて、で、その図鑑系の子は逆に、なんていうかストーリー系の方には響かないんだなと思うんですね。そう、だからなんていうか、あ、やっぱりそうなの、こそちゃんも。そうなんだ。でね、これわかんないんですけど、ストーリーだから推測がしやすいって言うんですよ、娘が。で、これがストーリーじゃないと推測ができないっていうの。だからそれはどう、それも多分うちの子だからなのかなと思うんですけど、あ、ちゆりちさんもそうなんですね。ねえ、だからこれ多分あのコメントされてないけど見てる方もいると思うし、後で見る方もいると思うので、あのほらこうやってやっぱりいらっしゃるんですよ。だからあの引かない引かないってこう、だからストーリー系の方の子の方が引かないのかな、なんとなく引かないのかもしれない。あのなんていうかね、でなんで引かないのっていうと、いや引いたらなんかストーリーがどっか行っちゃうそうなんです。だから多分図鑑系の子はあのなんていうのか、もう頭の中でこう数学的にそれをこうなんていうんですか、理解しようとしてるから、フィクションノンフィクション両方いけるってこと、なおさんのところはすごいわそれ本当に。うちね、ノンフィクションの情報系は本当に入ってなんていうかぐっと入れないそうなんです。で今、まあ、あの5年生ってこともあって、あの朝日小学生新聞あれをね読んでるんですけど、あのそれでもやっぱり情報的なところにはあんまりいかないんですね。ただあのこれ新聞の宣伝じゃないんですけど、やっぱりその辺うまく考えて作ってあるというか書いてあって、やっぱりその子どもの心に訴えかけるようなその記事を書いてくださるので、すごい情報的なことを書いてあるんだけど、これは読みたいって思うものもあるみたいなんですね。なので、うん、本当に事実というか現実も知って、あ、すごい、その好奇心がすごいよね、奈緒さんところ。いや私奈緒さんところのティアのけん玉がすごいんですよ、奈緒さんのこの奈緒04092117さんのお嬢さんのけん玉をぜひですね皆さんにあの見ていただきたいの。私であのけん玉のあのリズムが、その奈緒さんとこのお嬢さんのあの何とも言えない英語のなんだろう、すごいこう
躍動感のある英語につながってるのかなって思うと、けん玉いいのかなとか思うんですけど、はい、そんな感じで、ちょっとごめんなさいね、ボキャブラリーをどうやってなほちゃんが増やしたんですかっていうのはよく実は聞くんです。で、私は単語娘がいくつ覚えたとかも全然正直言ってカウントも一回もしたことがないですし、辞書も引いたことがない、まあ、辞書って言ったらこのセサミストリートを一緒に読むって感じですね。読む、これもやっぱストーリーがあるので、そんな人もいます。だからなんていうか、自分の子供さんが辞書を引くのが好きだったらそれはすごいと思います。だから辞書を引くってやっぱりすごいことだなと思うし、でも、もし何か言っても辞書は全然引かないし、図関係も全然見てくれないわって思われたら、あ、なほちゃんもそう言ってたわと思い出していただいて、そういう子供はストーリーの方が好きなのかもしれないので、ちょっといろんなアプローチをぜひですね、なんかしてみるといいと思いますね。で、図鑑系幼稚っていう方、ぜひここにですね、図鑑系の方向けのメッセージを残してください。そうすると、そっち系のお母さんすごく嬉しいですよね。あ、うちの子と一緒だわっていう、そう、ママが使っている言葉、そう、それはあるかもしれないですね。方言とかもそうですもんね、親が使ってる言葉は。私は何そうだ、ね、保育園、すごい保育園ですね。けん玉保育園とお呼びしたいぐらい。いや、英語絶対関係あると思うんですよ。あのリズムは本当に。そう、ボキャブラリーね。ボキャブラリーはぜひここで、こんな風にしてうちの子は増えてますよっていうのがあったら、シェアしていただけたらと思います。うちの娘はストーリーをとにかくもう読みまくるっていうので、ボキャブラリーが勝手に増えていったタイプで、なので読み方がわからない、単語も実はあります。本からしか入ってないものは、彼女はその読み方を、知らないので、私もフォニックスをすごい完璧に娘には逆に教えていないので、すごい変な風に読む時が あります。はい、なおさんありがとうございました。はい、ではちょっとセサミストリートをですね、すいません、P からやりたいと思います。前お話ししたんですけど、全部またやります。もし興味がある方がいたら、それを全部読みますので、私がザーッと読んでいくっていうのを YouTube アップしますので、このライブは本当に紹介するだけになりますね。はい、P ですね。Package. Oh, look at that. Oh, hey bird. Here's a package for you.Nifty Arnie, my pigeon t-shirts finally came. あ、ここ、私思い出しました。ここ読みましたね。ここは読んでると思います。あ、ごめんなさい。皆さんのお時間取っちゃったですね。ここ読みましたね。どこからか覚えてらっしゃる方がいたらぜひって、そんな無責任なハッピーさん、それぐらい調べておかないとって感じですね。すいません。ピローのところは読んでないので、じゃあここから行きたいと思います。すいません。ピロー、ここですね。P ですね。ちょっとごめんなさいね。この、倒れてきてしまうので。Cookie Monster, do you know what a pillow is for? Sure, Betty Lou, you sleep on a pillow. I thought you were going to say you eat it, Cookie Monster. That good idea. Delicious. No, you shouldn't eat it. っていう感じですね。ごめんなさい。ちょっとこの角度を変えられない、本立てを持ってきてしまったので。Oh, again! Who is it? これ誰でしたっけ？ Who is it? もう、なんか本当にライブやってると私頭がポーンとどっかに行っちゃう。Grover ですね。Again, he is riding on an airplane. I'm an airplane pilot. This time he is a pilot because P, pilot. Pilot, what kind of person he is?A pilot is someone who flies an airplane. Oh, you can say flies an airplane. I see. A pilot is also someone who steers a ship. わかります？こんな感じで読んでたんですよ。私こう読みながら、あ、you can say who flies an airplane. こんな風に言えるんだ。Right on って私最初言っちゃいましたけど、それ間違いだったんだな。こんな感じで娘にですね、そうだったんだっていう感じで読んでたんです。ね、あ、男の子図鑑派ですか？日本語でも図鑑が好き。うん。
すごい、そういう子は絶対図鑑を見た方がいいですよね。あの多分ストーリーは向かないのかなと思います。図鑑派の子はやっぱり図鑑が好きですよね。写真もいいし、私自分はもしかしたら結構図鑑好きな人間なのかなと思うんですけど、はいね、ピンっていうところもありますけど、ちょっとこれは飛ばしていきましょうか。 Look at that pin. You can call this a pin and that is also a pin. こういう形が違っててもピンね、言えるんだねって。ピン、これですね、これは針ですよね多分ね。 OK, so let's move on to the next page, I guess.本当に子供に読むようにじゃあ読んでいきますね。私がどれだけ適当に読んできたかっていうことをお伝えしようと思います。 Oh, look at that. Who is it? グローバーでしょ、ママ。 Oh, that's right. I totally forgot. You always forgot. っていう感じで読んでましたね。で、こういうところだけはいつもグローバーになりきります。I, Grover Nover, plan to ride my motorcycle up the ramp, over the berries, down the mountainside, and across the river, and whoops! I didn't plan to trip and fall. ですね。なのでこれね、やっぱり trip and fall。これはもうペアですよね。つまずいて転ぶ。だからこんな風にそのね、読んでいるだけでお母さん自身が、ああ、なるほどねっていう感じで、楽しくないですかね。私は本当は未だに、うちは分かった日本語から私にそう、うんうん、初めて私に聞いてきたことが、三日月は英語でなんて言うの？あ、そうなんですか？へえ。なので言われるたびに母が調べて本人に言うから、素晴らしいお母様ですね。そうなんですね。だからそのわからないことをお母さんが教えてくれるっていうその安心感で、ますます多分ね、これはお母さんにじゃあ今度聞いてみよう、これは聞いてみようみたいな感じで、お母さんはお忙しかったと思うんですけどね、素晴らしいお母さん。そういうやっぱり親子の時間がね、英語を通してできるっていうのが、私家庭英語のすごいとこだなって思います。なんか英語じゃなくて日本語だとどうしても自分が分かってることが多すぎて、なんて言うんですかね、私が言うのもなんなんですけど、ちょっと親風を吹かしちゃうっていうか、それぐらい分かってみたいなところがちょっと出てきちゃうんです。例えば今漢字を娘が聞くたんびに、前教えたのになんでもう忘れてるのとか思っちゃうんですよ。本当にそれ言わないんですけど、でも英語だと自分が何回覚えてもすぐ忘れるっていうのがあるのでそう、なので私はとても親が謙虚になれると思っているんですよね。いや、過保護ですか。そんな過保護に思わない、すごい私愛情深くていいなって思いますけど、はい、そうですね。 OK, here another one. Plant. If I plant this seed, it will grow. もう指で刺して OK, mommy, it's growing, right? It's growing. Grow ですね。 Grow. Sam, the robot is watering the plant. Oh, where is the robot?Here! Oh, I see. That's a robot. Oh, look at that. Cookie Monster is eating something. And his friends are also eating something. Really? なんかお友達までなんか食べてる感じで、あんまり美しい絵ではないですけど。Let's take a look. Monster dinners are really great.We eat the food and then the plate. Oh no! っていう感じですね。はい。あとは、どこをやっていきましょう。Plenty 見ていきますか。Look at that, plenty. Look at that! What's the box? What are they? Oatmeals. There are more. How many oatmeal boxes here?いくつあるんでしょう。 Let's take a look. Arnie, would you please put oatmeal on the grocery list? We already have plenty of oatmeal, Bert. まだ足りないんでしょうね。 He wants another box of oatmeal. Oh my god. Okay, so here, plumber ですね。 Plumber, a plumber. これ私中学の時プラムバーって呼んでました
もう音知らないから覚えるためにプラムバーってそのまま読んでて、で勉強してからああプラムーって言うんだって、 B 読まないんだっていう勉強しましたね。はい、 A plumber is someone who knows how to fix the water and gas pipes in a building. The plumber came to Farley's house to fix the kitchen sink. Oh, is he?Oh, I bet he, I hope he can fix it. 直せるのかしらっていう感じですね。はい、じゃあここもちょっと P pocket plus poem and point、 ここちょっと映せるので見ましょう。 Point, when something points, it shows the way. That's right, to the cave of Mr. Snuffleupagus.This sign points to the cave of Mr. Snuffleupagus と書いてありますね。はい、こんな感じでね、わあママなんか変なマークがあるって言ったら、 That's right, I think it's something bad とか something scary, maybe let's take a look. Poison, do you know what poison is?Poison is something you should not eat or drink. こうやって説明するときにお子さんにあたかも自分が知っているかのような感じで説明すると、結構子供はね、お母さん知ってるんだっていう感じで聞いてくれましたよ。 When I see one of these pictures on something, I know it means poison and I should stay away ということですよね。ね、こんな感じで、ね、読んでいきました。はい、51分になりましたね。今日はね、本当に皆さん早くお休みに、なられた方がいいと思いますので、もうこの辺で終わりにしようかなと思いますけれども、ね、こんな感じで今 P まで来ました。でいつもこのポイントはやっぱりうちはですね、これストーリーだったんですよ。ストーリー派だったんで、さっきの話になるんですけど、なので私はいつもこのストーリーを意識してやってました。なのでそうでしょうね、図鑑派の子でも、でもストーリー嫌いっていう子はいないような気が、ね、するので良いですね。尊敬のまなこが見えるようです。パート、どこのことをお話しされてるのかな、ごめんなさい、今ちょっと先のところを見てなかったので、どなたかがコメントされたのかな、ね、皆さんで、ね、どんどんコメントしてですね、ここのアカウントの方同士でなんていうかお友達に、ね、なっていってほしいなと思います。はい、ポップコーン、この人はいつも数えてるね。 He's always counting、ね、で簡単な英語を何回もいつも使うと自分のものにやっぱりなっていくので、なんかこう何かいつも食べてるねっていうのを私は最初に多分おすすめしたと思うんですけど、クッキーモンスターを見たら、おクッキーモンスター、ここにまたクッキーモンスターねいますけどね、 He's always eating something っていう感じで、ありがとうございましたね。そういう感じでこうどんどんですね、お母さんがこの辞書で楽しむまず姿勢を子供にお伝えしていただけると、多分子供さんはこの辞書がとっても好きになると思いますので、よかったら試してみてください。これですね、この辞書です。今もう欠品してないと思いますので買えると思うんですけど、はい、あと今日紹介したのがこちらのマザーグースのこれですね、 Very Short Mother Goose。 これ他にもですね、なんかこうシリーズがあって、私実はこれしか持ってないんですけど、他もみんなこういう感じになっていて、2人で読む本みたいですね。なので読むのが大好き、お母さんと読むの大好きっていう子にはとってもおすすめだと思います。あ、うん、ね、あやかちゃん、お嬢さんは本当に多分ストーリーが好きだと思います。はい、通っている生徒さんなんですけど、本当にとっても表情が豊かで、人の気持ちを考えることがとっても得意なお嬢さんなので、そういう子は多分ストーリーから入るとその時の記憶が定着するのかなと思います。また教室でもこれも読んでいきますし、セサミストリートも小学生のクラスでは一緒にやっていきますので、どうしてグローバー泣いてるのかな、 Why is heCrime とかですね、みんなで考える授業をやっていこうと思います。それがやっぱりその
これはこうだって言って暗記する授業ではなくて、考える、考える時にまず日本語で考えたものを口に出して、それを先生がそのまま英語にしてくれるっていうことが、とっても小学生には安心して、あ、英語は怖くないんだ、英語っていうか日本語で考えたことを英語にするとこういうサウンドに、こういう文章になるんだっていうことが、どんどんこう吸収できる授業をやっていきたいと思いますので、はい、ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you everyone. Have a wonderful weekend. And、I hope you will watch the、new YouTube channel New Horizon. New Horizon よかったらぜひですねご覧になってください。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you. あ、みんみるさんありがとうございました。コメントありがとう。あ、かよつーさんもありがとうございました。